車洗ったのに雨。どうも赤トゥースです。今日はですね、髪の毛を切りに行ってきます。まあ来月ぐらいパーマを当てると思うので、とりあえずまたここら辺を刈り込んでいこうかなと思って、で今日はあいにくの雨になりますね。まあまあそんな感じで、でこれもうね、やっぱり何でも継続は力なりっていうことがね、これで多分証明っていう言い方おかしいんですけども、やってきて本当いろいろ良かったなっていうことがそこにあるので、じゃあ散髪ですね。起きたばっかりなので目がいつも通り腫れておりますと。じゃあ散髪行きたいと思います。車で聞くのは結構ラジオも多いかなと。で FM 福岡モーニングジャム、少ないし。そうです、うん、ありがとうございました。はい、散髪カットの方先生のところでしていただきましたと。一応こういう感じです。でとりあえず来月にパーマを当てるので、少しこの辺はね控えめに切っていただいて、グリグリのパーマをかけようかなというような感じですね。ということで今日はこのまま動画を終わるかどっかに行くか悩むんですけども、とりあえず一旦、家に戻りたいと思います。では、一応これでグリグリっとパーマを当てて、だいぶ伸びてきたな。これ見て、ほら見て、バカでかい箱。コスモスでいつものブラックコーヒー68円、安い。よし、じゃあ出発。なんで豚の音がした、なんか。ここら辺高いかな、150円で。あんまり入れとこうか、150円だったら市内の方が安いような気がする。よし、適当にこの辺撮ります。 OK。 ちょうど池が、鳥じゃなくて、なんだっけ、カモ、うん、撮影を僕の感じで。いける、いけない、あっち行けなくな、無理。わ、ホットコーヒーで、これちょっと飲み口がちっちゃいからより恐怖を感じる。大丈夫かな。飲み口がちっちゃすぎる。これやっぱり熱い、ちっちゃいとは超熱い。
恐ろしい。これは飲み口ちっちゃすぎでしょ。これは具沢山ピクルスね。熱すぎるから蓋は外した。飲みやすい、こっちの方が。なんじゃかんじゃ話しジーンズ。これはどこのリーファー、メゾンのリーファースイカ。春はジージャンが欲しい。ジージャンが大丈夫？じゃあ帰ろっか、ね、これ楽しみでしょ。これでっかい段ボール、ね、では安全運転で帰りたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ今日はですね、まあ散髪行ったりだとか、まあ、この辺りね、この辺りじゃないか、その辺りをプラプラしたりだとか、まあまあ楽しめたという形ですね。もう家に着いてからこれのレビューをしたいと思いますので、まあね、何でも継続は力なりっていうことで、うん、いやなんかすごくいいものを、いいものが届いておりますので、まあまた家に帰ってレビュー動画作って一日充実した一日っていう形でですね、終わりにしたいと思いますので、では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝吉でした。ではまた見てください。